ピードご飯の時間がやってまいりました。イエーイ。はい、はい、今回は東京都品川区に来ています。品川といえばやはりあそこしかありませんということで、今日は女一人で初潜入です。それでは行ってみたいと思います。行ってきます。ラムの、はい、やってきました。ラーメン二郎品川店です。この日はだいたい30分ほど並びました。最初行列に並び待っていて、前の人が食券を買いに行ったら次は自分が買いに行くというシステムになっています。今日は小ラーメンを買いました。はい、ということで小ラーメンを選びましたが、そうです、そう、今日は麺の量を半分、野菜だけ増したいということで、どんな風に注文するか見ていきましょう。麺の量を少なくしたいときは、席について食券を置くときに店員さんに伝えます。この日は麺を半分でお願いしますと伝えました。さあ、麺の次はトッピングです。トッピングは提供する前に店員さんが聞いてくれます。こちらではニンニクはあらかじめ入っていません。増したいものだけを伝えます。今日は野菜増しでお願いしました。ちなみに実際に言うと、野菜増しで、はい、
はい、ごちそうさまでした。最後まで美味しくいただきました。小ラーメン麺半分、そして野菜増しでした。ごちそうさまでした。今回はラーメン二郎のコールの仕方、わからないという方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、ちょっと詳しめに解説をしました。このようにラーメン二郎というのは、麺の量だったり上に乗ってくるトッピングの量だったり、結構ね、自分の好きなようにアレンジができるっていうのが本当に魅力ですよね。シャキシャキした野菜、柔らかい歯ごたえの豚、そしてこの極太の歯ごたえのしっかりした麺、この山をもう一心不乱に食べるというのがラーメン二郎の醍醐味です。確かに量は多いですが、野菜もたくさん取れますし、意外なほど口当たりがさっぱりしているので、きっと女性の方でも食べやすいと思います。ちなみにこの日私以外にも女性の方何人かいらしていましたよ。ということで今日も美味しくいただけました。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。